にちは、浜本玲子です。1月からちょっと空きましたね。桜といえば日本でもね、世界中咲いてるんですよ。地方によって違いますけど、なんか関西の桜は今年は雨桜で済んでしまったような気がします。でも今は緑のエネルギーがいっぱいですね。この人んちっとのエネルギーだから地球は緑が必要なんですよ。じゃあこのエネルギーに負けないように今日も歌に参りましょう。まずは私の花いし、もがり笛、暴れ太鼓、安永聖子さん、やっぱり私は恋女、今日しよう。こんなとこでどないでしょろか。ほなチャンネルそのままで今日もお願いしたいわ。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとメディアジャックスグループの提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボヤヤーン。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めちゃ安い。カラオケするならレインボヤヤーン。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。せめてお酒を淀まみれ。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。誰が繋いだ絵にしでしょうか。定め分け合う何はの空で、雨や嵐に叩かれよう。
び立ち、さぎりに消える、琵琶湖の風はああ寒い心知るように、泣いてくれるのもたりぶ、you
頭の叫びには涙あり。今日は安永聖子さんです。ありがとう。ありがとうございます。いつも呼んでもらって嬉しいです。お久しぶり、ね、うん、お久しぶり、うん、そう、私が言ってた静かでしょ。え、いい。もう、うん、ダンスの時でもいつもは、ね、は花村さんがおらへんかったら、うん、もうなんか静かで皆さんボコボコとダンス練習するんです。ダンス、ダンスお友達でもそうあるんですね。あ、そっかそっか。うんうんうん。それで花村さんがおったら華やかで賑やかで、うん、楽しいですよね。にに、うん。私はそういう女かしら。うん、静かな静かな、うん、控えめな女じゃないかと思ってたけど、まあそれ違うと思うけどな。でゴールデンウィークはどうしてたん？仕事してました。儲かってえな、うん、いや儲かってないけど。儲かってないけど。ちゃんは？私はお家にゆっくりしてました。お家でゆっくり、うん、お家でゆっくり何すんのよ毎日。ぼーってするんです。ぼーっと、いや私お家では、あ、いやこの間ね静岡行ってきたんです、はい、でもうねすっごいいい天気あってね、うん、バスが乗ったら富士山がついてきてくれるのずっと、うん、で、何もしなくても5回ちゃんと美味しいものが出てくる、うん、まず最初にうな重がバカッといっぱい出てくる、はい、で夜はマグロ尽くしで出てくる、まあ、朝のバイキングも良かった。食べたいね、うん、で お昼かなんかあったのよ、生しらすの丼ぶり。私あれ食べたことなかった。はい、私もテレビで見たことしかないです。釜揚げは食べるけども、うんうん、生しらす食べたことある？あります。あります。うらやましい。静岡、そうね、静岡とか ね、 ね、はい、うん、あれ何匹入ってると思う、うん、私一回ね数えてくれ言うたんや。いいえ、あの皆さんにはカップに入れてこうやって入れてますから、うんうん、あの入れてる人も何匹か分かりませんって言われて、私一回あれ数えたろかな。朝までかかったりして、ね、そうですよ ね、 ね、大変です、うん、まあ、食べることはね、いいことですね。そうですね、うん、食べることは楽しいことです。じゃあ後半行きましょうかね。はい、まずは、オリジナル曲近江の穂村河内男節、安永聖子さん、うだれ髪、何や節だよ人生、これで行ってみましょうか。現地をし進め、聞く耳持たぬ権力に、臣の褒めは絶やさぬと、脳の魂は、おみの節は、ああ知っていた。そう正す時が来た。悲憤の涙花と咲く、その日
ち上がる固い絆と糸の餅へ渦巻く。力たくましく臣の富士は臣の富士は女の
の遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにボヨヨーンオープン。カラオケ平日昼2時間0円、夜1時間0円。最新のダーツマシーンに卓球、ビリヤードも。レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼう。レインボーワールド。カラオケするならレインボー。カラオケするならレインボーやよ。平日夜1時間0円。昼ならさらに2時間0円。めっちゃ安い。カラオケするならレインボーやよ。番組制作のことならメディアジャックス。演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。いや、リエコさん、今週も盛りだくさん、盛り盛りだくさん、それよりもシラスの何匹が気になるリエコさんの隣に寝てたらちょっとシラス数えときとかって言われたらどうしようってなる12時までかかったりしてそうですね、やっぱり人生は楽しくいきましょう。そうですね、何があってもやっぱり楽しくいく方が、あと短いねからねそれはないか、ないです、でもやっぱりねこうやってやってる方が楽しいでしょ。そうです ね、やっぱり楽しみがそう、何もしないでね生きてる人よりか、いろんなことする方が元気が出る。毎日出歩く元気、これがね、まあ、長寿はいらんけどな私せやけども、あの家でじーっとしてますねっていう人の、ちょっと気持ちがわからない。そうか、だって毎日スケジュール入ってるもんね。本当に忙しいですよね、もうなんかこうじっとしてるっていうのが罪悪感を感じる、毎日どっかへ出かけてる。別に出かけたくはないねんけども、スケジュールが入ってくるから、そのスケジュールをこなせる時まではこなそうと思っております。はい、そんなところで、私木曽路の女安永聖子さん定め川、これなど聞いていただいて、また次回お目にかかります。じゃあ皆さん次回見てくださいね。ありがとうございます。Peace.
誰が結んだ縁石でしょうか。鬼の目を抜く何話の空で苦い泥水食べた時番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。ネオンが染みる高校がシアンのエリス星。川西寄せ口駅北へ徒歩3分。歌は時代を映す鏡、心のふるさと。ぐっと親近感を感じて思わずハマってしまう演歌バラエティー、それが演歌ジャックス。個性豊かなレギュラー陣と豪華なゲストで内容盛りだくさんにお送りしております。歌はもちろんアットホームな雰囲気で絶賛放送中です。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとメディアジャックスグループの提供でお送りしました。